フェアリーデルタ1フェアリーデルタ 1, フェ,ルタ1フェアリーデルタ1はデルタ翼の飛行特性と線音測領域での操縦性の研究のためにフェアリーアビエーション社で製作されたイギリスの実験機である。試験において FD1 は好ましくない操縦性と安定性を示したことで続く2機の発注はキャンセルされた。本機はイギリスで最初に設計されたデルタ翼機であった。 元々は垂直離陸機戦闘機として考えられていたが提案された機体は傾斜した発射台から離陸するように意図されていた。すでにフェアリー社での初期の設計段階で軍需省は本機を軍需省要求仕様 E10-47 に合致するより一般的なターボジェットエンジン付きの実験機として製作することを決めていた。フェアリー R 型設計案は 円形断面の胴体と機種先端に空気吸入口を持つ中翼配置のデルタ翼機であり、エンジンはロールスロイス・ダーウェント8延伸圧縮式ターボジェットエンジンを搭載していた。線音速機として設計されていたが、デルタ1は同社の次の設計である細身で流麗なフェアリーデルタ2とは全く異なる、単動の太い胴体を有していた。 フェアリーデルタの名称が与えられて3機が発注されたが、後に名称はフェアリーデルタ1に解消された。タキシング試験のために1950年5月にリングウェイ空港で組み立てられた FD1。すでに垂直尾翼の長部にデルタ浴場の動翼が取り付けられている。唯一の完成機となる FD1 はヒートンチャペルのストックポートにある。 フェアリー社の工場で製作され、最終組み立てのために、マンチェスターのリングウェイ空港にある同社の試験施設に陸路で運ばれた。1950年5月12日から試験が始まり、4200フィートの主滑走路を使用しての数度の高速タキシング試験が、実施された後で機体の一部が分解されて陸路により、ボスコムダウンの航空機、並走実験機関へ運ばれた。 さらにタキシング試験を重ねた後の1951年3月12日に、この試作機はフェアリー社のテストパイロットのゴードンスレード大佐の操縦で初飛行を行った。FD1 には垂直尾翼の頂部にデルタ翼状の動翼が取り付けられており、これは速度が上がると発生する深刻なピッチングを抑えることを意図していた。その後の試験で、 危険と分類されるほどの深刻な安定性の問題が指摘され、付加された垂直尾翼上の動翼により、最高速度は比較的低速の345マイルパワーに制限された。1951年9月の着陸時の事故後に、f d 1は臨時のスロットと主翼端に装着していたスピン防止用パラシュートの流線型収納部を取り外す回送を受けた。 大きな動力は高いロール率を達成できたが、機体の制御が難しいのみならず正確な飛行すら困難にしていた。わずか1機のみが製作され、2号機と3号機の機体は製造に入る前にキャンセルされた。航空省により計画がキャンセルされた後も、フェアリー社による FD1 の飛行試験は続けられたが、1956年2月6日に、 ボスコムダウンでの着陸時の事故により、修理不能な損傷を負った。同年10月に標的として使用するために、シューバー・インデスの砂漠場に移送され、後に廃棄処分にされた。フェアリー社は、FD1 に38万2000ポンドの自社資金を費やした。出店、ジェーンズ初見性能。ありがとうございます。